和食はもちろん、フレンチにイタリアン、地産地消とエコをモットーに、国境を越えたアイデア料理人、柿崎不二子さんの登場です。柿崎さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今週のテーマは酸味を効かせた爽やかレシピとなっています。今日はこちらを作ります。アボカドスープ、そして鶏とグレープフルーツのサラダということで、はい、本当にヘルシーな感じですね。そうですね、はい、はい、暑い毎日にぴったりだと思います。ぜひ皆さんも参考にしてください、はい、それでは早速クッキングスタートです、はい、まずサラダの鶏肉の下処理から始めますね、はい、鶏とグレープフルーツのサラダです、はいはい、胸肉ですけれども、これを観音開きにしていきます。はい、今日は胸肉を 100g 使います、はい、観音開きにしまして、ここに塩をちょっと振りますね、はい、塩を振りまして、でこちらを鶏ハムみたいにここで蒸していこうと思うんですね、はい、はい、まずはここに沸騰したところに入れていきますね。フライパンにお湯ですね、はいはい、で白ワインがね、あ、これですかね、こちら、あ、これですか、はい、じゃあ白ワインを入れていきます、はい、それが白ワインですね。さあ、はい、くっと白です、はい、じゃあここで沸騰したところでちょっともう少しでかな、あ、沸騰してきましたか、ここで、はい、入れていきます。さあ、ここで次に沸騰しましたら蓋をして蒸し煮にしていきますね、はい、さあ、じゃあその他にこちらを、はい、鶏肉を蓋をした方がいいですかね。沸騰してからですか。沸騰してからの方がいいですね。ちょっと確認したいので。はい。柿田さん、迷うぐらいだったらもうちょっと確認していいですか。蓋したくて仕方なかった。はい、沸騰しました。沸騰してきましたね。はい、そうしましたら蓋をしまして。もう一回見せてもらってもいいですか。これです。はい、沸騰してますでしょ。こんな感じで沸騰してきたら、はい、蓋をします。はい、蓋をして火を消して、火を止めます。はい。なので、あとは余熱で火を入れていく、ね、そうなんです。それの方がね、パサつかないんですね、うん、しっとりと、はいはい、さあ、それでは次ですね、鶏肉を、はい、1つね、これ外さなきゃいけない、はい、そうね、2枚重ねにしてますね、はい、今ね、お肉触りました、はい、そうですね、はいはい、じゃあこれ次ですけれども、蒸した鶏肉ですけれども、これをほぐしていきます、はい、粗熱が取れた鶏肉の身をほぐしていきます、はいはい、これね、作っておきますとね、あれこれ使いますよ、サラダは今日使いますけれども、はい、酢の物とかね、何人でも、はい、ね、麺類の具とかでもいいですよね。そうです、そうです、そうめんとかね、はい、冷やし中華とかね、はい、さあ、結構だから柿田さんいっぱい作っておきます、ね、作っておきます、ね、全部1枚、はい、さあ次ですね、はい、さあ今度はサラダを切っていきましょう。こちらをちょっと、はい、アボカドのスープに参りますね、はい、ここですね、ここの方が分かりやすいですね、はい、これアボカドですけれども、どんなの買おうかなって迷われると思うんですけれども、私はね、この辺がちょっと黒くなりかけたものを買って、はい、1日この辺な投げ出しといて育てます。黒くなったのを買ってきて投げ出しとく、投げ出し、ちょっとこの辺だけね、冷蔵庫に入れるんじゃなくて、入れないんです、もう常温で、その辺、はい、キッチンに投げ出しとく、常温で、はい、ちょっと雑に扱うぐらい、そうなんです、雑の方がいいですね。そうすると、そうすると1日置きますとこんな風に黒くなりますから、うん、それでこれを準備していきましょうね、はい、まず半分に切りまして、あら、今日にかけて、うお、あら、硬いですね、どうしよう、種が取れないですね、種が取れません、もういよいよ実力行使、実力行使、はい、はい、取れましたので、指を突っ込んで取ってやる、はい、ちょっと硬かったんでしょうね、それで皮をアボカド本当難しいですよね。そうですね、でも私アボカド大好きなんですよね、何にでも入れたくて、アボカド何にでも入れますよ、はい、何でも入れます、何にでもですか、何でもす、はい、何にでも合いますか、はい、サラダは今日使いますけれども、そうめんとかね、味がないから何でも、もちろん今日なんかね、スープなんかあんまり使われないでしょうけれども、アボカドのスープ珍しいですよね。そうですね、でこんな風に切っていきますね、はい、でも本当ちょっと和のものとも相性良かったりしますよね。そうですね、はい、で逆に完熟してましたら煮た時に色が変わってくるんですね、うん、これくらいのがいいかなと思います。それ以外の野菜ですけれども、はい、あと玉ねぎは薄切りにしました。それからセロリはね、今日必ず入れていただきたい、セロリは必ず、はいはい、それから人参はいちょう切りにしております。玉ねぎ 50g、人参、セロリは 25g です、はい、全て薄切りにしてあります、はい、それではいよいよ炒めていきますね、はい、はい、この中にバターを入れまして、これにニンニクバター大さじ1/2、はい、ニンニクのみじん切りは1/4かけです、はい、これを炒めていきましょう。香りが出るまで炒めてください。今日はじゃあ弱火ですね。そうですね、弱火がいいですね、はいはい、そうしまして香り
いってますか、うん、大丈夫ですか。バターとニンニクのいい香りがしてますか、はい、さあ次の作業いたしましょう、はい、弱火でしっかり香りを出してください。すべてのものを入れてきますね。アボカドをまずを入れまして、まず玉ねぎじゃないですか。あ、玉ねぎ、あ、そうだ、そういうことでしたね。忘れて慌ててましたね。玉ねぎね、入れるの大切なんですね。なぜかと言いますと、炒めると甘みが出ますから。まず玉ねぎだけ先炒めるんですね。そうですね、ちょっとだけ炒めさせてください。はい、はい、さあこれで玉ねぎの甘みをまず出すと。そうですね、甘みを出そうと思います、はい、さあその次にすべての野菜を入れていこうと思いますね。はい、はい、ありがとうございます。全部入れていきます。それからアボカドですね。ありがとうございます。アボカドに全部入れていきますね。この中にローリエとレモン果汁ですね、レモン果汁を入れまして、それから水ですね、250ml 入れていきます。それとここで塩ですね、2つまみこちらですね、はい、3本指でつまんでいただいて2つまみ入れていきます。ローリエ1枚、レモン果汁大さじ2分の1、はい、お水は 250ml に塩を2つまみ入れました、はいはい、この塩がポイントなんですね。そうなんです、これが今日の技なんですね。塩を入れて加熱することによって浸透圧って言いまして、旨味を引き出す作用がありますから、ここで味がぐっと変わってきますから、ぜひとも、はい、野菜の旨味をこの塩で引き出してください、はいはいはい、で中火で柔らかくなるまで煮ていきますね、はい、そうしますと先ほど煮てたのがこれなんですね。こういうふうに柔らかくなって煮てきました。柿さん、なぜ今素早く言うの。そうですか、いや、もしかしたらね、これ切れるのかなって思うんです。すごい早かったんで、そうですか、いつも早いんです。口おしゃべりも早いんです。もう柔らかくなってますね、はい、柔らかくなりましたので、ここでまた塩をね少し振りましょう。でここでちょっと味見したいところですけども、皆様もねここで味見してくださいね。このタイミングで味を見てみてください、はい、塩コショウで、はい、コショウを振りました。でこれで出来上がりですね。ちょっと弱い火にしておきましょう。さあ次ですね、はい、サラダのドレッシングを作っていく。大丈夫ですか。グレープフルーツの、あ、グレ、あ、そうだ、グレープ、大事なものがここに控えておりました、はい、今日はグレープフルーツの、そうなんです、そうなんです、これをね、はい、こちらね、まあ、半分に切りましたね。真ん中のところに V 字に包丁を入れてください、はい、これ一番大事なんですね。これを入れますとこんな感じですね。そうすると真ん中の袋が切れてるんですね、こんな感じで袋が。それであとは一つだけちょっと皆さんに見ていただこうと思いまして、はい、思いっきりよく皮をカットして、皮を、ね、カットしまして、ですから一袋分ぐらいカットしていただきまして、まあ、ここのところにまた筋が見えますね、ここ、これが袋ですから、こうして手前に、そうするとこんな風に切れるんです。こうするとこうやって綺麗に身だけ料理に使うことができるんですね、はいはいはい、こんな感じで切ってください。はい、そうしましたら私は半分に切って砂糖をかけて食べてましたよね。そうですね、グレープフルーツ、はいはい、今こうやって身だけね、おしゃれにサラダにしてさあ、そうしましたらここでドレッシングを作っていこう。グレープフルーツがこっちもらえましょうか。こちらにいいですか、はい、じゃあお願いします。はい、じゃあここで今度はドレッシングを作っていきますね、はい、あそこでしたね。はい、さあまずはこれがワインビネガー、ワインビネガー小さじ1です。白ワイン入れます。白ワインも小さじ1、はい、でここで塩を入れてください、はい、オリーブオイルが入ってからだとなかなかね塩が溶けにくいんですね。塩2つまみです、はい、それから胡椒を入れまして、でここで、はい、オリーブオイルを入れてドレッシングを作っていきます。はい、オリーブオイルは大さじ1、はい、ここで乳化させていこうと思います。はい、これでドレッシングができましたので、いよいよ和えていきますね。はい、はい、さあそうしましたらこちらをいただきますね。まずは、はい、鶏肉を先ほどほぐしたの入れます。それからきゅうりは、まあ、このくらい4分の1ぐらい、いちょう切りですね、このくらいに1センチ角くらいに切っていただいて、はい、4分の1本のきゅうり1センチ角です、はい、それから先ほどのグレープフルーツですね。結構グレープフルーツこの大きいまま入るんですね。でそうなんです、大きいまま。でもう少し大きいとね、さすが半分に切っていただければと思うんですけど、でこの中にドレッシング入れまして、全部ここで和えていこうと思います。さあこれで出来上がりましたね。さあいよいよ盛り付けていきます、はい、はい、ありがとうございます。まずは
さあサラダから盛り付けていきましょうか。結構こちらの方が早いかな。見た目もインパクトがありますね。そうですね、グレープフルーツが大きくて、はい、今日はルビーだけでしたけれども、これホワイトと一緒に盛り付けていただくと色目も綺麗ですし、もちろんオレンジ入れていただいてもいいですしね。フルーツのサラダって結構デザート感覚かもしれませんけど、はい、こんな感じでよ、はい、はいはい、じゃあいよいよスープをよそっていきますね。はい、あ、失礼いたしました。じゃあこれでスープもたっぷりよそいまして、さあこれで出来上がりでしょうかね。はい、はい、でここにアーモンドのスライスを、はい、ロストしたものです、トッピングいたしました、はい、スライスアーモンドをのせました。完成です、はい、こちらでアボカドスープと鶏とグレープフルーツのサラダ20分で出来上がりです。さあ今日の材料はご覧のようになっています。ポイントです。アボカドスープは野菜の旨味を引き出すため先に塩を入れてから煮込みました。そうすることで浸透圧がかかって、旨味を効率よく引き出せます。レモン果汁でさっぱりとした味付けのスープです。そしてサラダのドレッシングはワインビネガーを使いました。グレープフルーツの甘酸っぱさも加わって爽やかなサラダとなっています。食欲がない時でも美味しくいただけるスープとサラダです。ぜひ作ってみてください。では川村さん、どうぞ。こちらは事前に作っておきました。はい、いただきます。はい、まずはアボカドのスープですね。うん、うわ、あ、すごいさっぱりしてて美味しいです。アーモンドスライスの味もいいですね。そうですね、うん、はい、セロリがシャキシャキで確かにこれあったらいいと思います、はい、美味しい。続いてサラダ、はい、うん、あ、美味しい。爽やかでしょ。めっちゃ爽やか。風が吹き抜けました。ぜひ皆さんも試してみてください、うん、明日はアイデア料理の川添さんにイタリアの伝統料理カポナータを教えてもらいます。こちらもどうぞお楽しみに。柿崎さん、どうもありがとうございました。